a s k .com のロゴ a s k .com は検索エンジンや Q&A サイトを提供するポータルサイトである。a s k .com はインターネットの黎明期から存在する検索サービスである。かつては a s k g ーブス社が運営していたが2005年以降は雑誌ニューズウィークなどを所有するコングロマリットの IAC が運営している。検索サービスは河川化が進んでいるためシェアは 数パーセントに過ぎないが、アメリカ合衆国では5社中4位のデスクトップ、検索サイトである。利用者は4160万人、月に半減したが、アメリカ合衆国で第15位のデスクトップウェブサイトでもある。かつては独自の検索エンジンを開発し、日本向けにカスタマイズも行っていた。しかし2009年に a s ク j p が終了し、2010年には、 検索エンジンの開発も終了した。2011年に Q&A サイトを開始して独自のコンテンツを確保するとともに IAC グループの広告枠を1億2500万ドルで Google に販売して収益を上げている。検索サービスも継続しており、現在でも www.ask.jp で日本語検索を行うことができる。英語版には検索サイトと コミュニティ型の Q&A サイトがある。検索サイトでは、ウェブ検索の他に、画像検索やニュース検索、動画検索を行うことができる。また地図と連動した地域情報の検索や区域支持者が提供するモバイルアプリケーション情報など、他社のサービスを独自のユーザーインターフェースで検索するサービスも提供している。Q&A サイトでは、 コミュニティに対して質問を投稿することができる。またトップページには4つの選択肢の中から正解を選ぶクイズ形式のクエスチョンオブザデーがあり Q&A サイト検索に誘導している。日本語版は検索サイトのみでウェブ検索を行うと Q&A サイトも検索して結果を表示する。かつては日本語版でも動画検索やブログ検索が可能だったが 現在は画像検索のみに対応している。ask.com は Web ブラウザ用のツールバーを提供しており Java インストール時や他社のフリーソフトと共にインストールされる場合がある。ツールバーをインストールするとインターネットエクスプローラーのホームページとデフォルトサーチエンジンが変更される。これはツールバーをアインストールしても自動的に元には戻らないのでインターネットエクスプローラーの ツールメニューからインターネットオプションを開いて手動で変更しなければならない。アンインストール時のエラー対策にはツールバータリティツールエグゼが用意されている。マイクロソフトでは2015年6月1日以降ユーザーの予期せぬ動作を行うツールバーをマルウェアとして検出するように自社セキュリティ製品の検出評価基準を変更。その結果アスクツールバーは マルウェアとして扱われることとなった。なお、アスク・トゥールバーバージョン12.28-1.1402では、問題点が修正されたため、マルウェアとしては検出されない。アスコー・ジブスは1996年に、ギャレット・グルーナーやや、デイビッド・オー・ヘンラが設立した会社である。ミスター・ジーブスとは、イギリスのユーモア小説、比類なきジーブスに登場する有能な執事のことである。 アスコージブスの検索エンジンはグレー・シェブスキーが設計した質問応答システムを元に開発され、キーワード検索だけでなく、質問文による自然語検索にも対応していた。そのため、わからないことがあったらジーブスに聞いてみよう。ジーブスは何でも知っているという社名になったという。アスコージブスは人気を得て、1999年にナスダックに上場した。 アスコージブスの検索エンジンはテオマというブランド名で語られることもあるが、これは2001年に買収したテオマ社の検索エンジンに由来する。テオマは Google と同じようにページランクに基づいて検索を行うだけでなく、検索後の主題を理解して、その主題に関係する Web ページから検索を行うサブジェクトスペシフィックポピュラリティというアルゴリズムを採用していた。 当時のグーグルで原子爆弾を検索すると原子爆弾から原子爆弾並みに美味しいお菓子まで原子爆弾と書いてあるウェブページは何でも検索対象としその中からリンク数の多いウェブページを一覧表示したこれに対してテオマは Web ページをグループに分けて原子爆弾並みに美味しいお菓子を検索対象から除外して水素爆弾や第二次世界大戦などを 検索対象に加える。また爆弾に関するグループの中から評価の高いウェブページをエキスパートとして抽出し、そのページからリンクされているウェブページに高い評価を与えて一覧表示した。このアルゴリズムは検索クエリのテンプレートを用いることで関連度の低い情報を排除する方法として特許登録されており、2000年代前半の検索分野における 重要特許の一つだと言われている。また他社と比べるとインデックスしているページ数が少ないものの、1990年代には不可能だと思われていた SSP を使ったリアルタイム検索を実装した点でも評価が高かった。テオマは Google キラーとして期待され、2001年頃は About.com や Iwan、MSN、ライコスや企業向けの検索システムで利用された。 2004年にはエキサイトの親会社を買収してポータルサイトやフリーメールサービスを手に入れてヨーロッパや日本に進出した。インターアクティビコープ社はアメリカ合衆国のテレビショッピング会社のホーム、ショッピングネットワークの放送部門が1986年に分社化してできた会社である。その後、バリーディラーが経営権を握り、200X 年代前半には ティコトマスターやマッチドットコム、エクスペディアなど多数のインターネットサービスを所有するコングロマリットになっていた。IAC 社は Google などのインターネット検索によって自社のポータルサイトのコンテンツ配布機能が脅かされていると感じていた。そのため2005年にアスクジーブスを買収して検索業界に参入した。アスクジーブス社の社名はその後 IAC サーチメディアとなり、 マスコットキャラクターのミスター・ジーブスは姿を消した。米国版ではオプション指定により表示する方法があったようだが、2013年現在は使用不能である。一方、イギリス版では復活し、2013年現在も健在である。2004年から2008年頃は Web2.0 時代でブログやブログメディアが流行した。アスコージブスはフィードリーダーとして、 有名なブログラインズを買収した。アスクドットコムはリアルタイム性を重視したブログ検索エンジンを開発してブログを投稿してから数秒で検索できるようにした。2000年代中盤は動画共有サイトが始まった時代でもあった。アスクドットコムは動画検索エンジンや高品質な画像を探すことができる画像検索エンジンを開発した。 またテレビ広告を積極的に行って知名度を高め、欧米で利用者を急増させた。しかし結局、検索市場でシェアを伸ばすことはできなかった。2008年、親会社の IAC は、子会社を再編し、ASK.com の CEO を交代させ、リストラを実施した。また Google に広告枠を売って収益を改善した。ASK.jp は2009年に終了して、 日本独自の開発を終了した。2010年には米国でも検索エンジンの開発を終了し、ブログラインズのサービスも停止した。2011年からは知名度の高さを生かして Q&A サイトを開始し、モバイル分野に注目している。2013年の ASK.COM は、シェアは数パーセントに過ぎないが、アメリカ合衆国で第4位の検索サイトだった。 利用者は1億809万人、月に達し、アメリカ合衆国で、第8位のウェブサイトでもあった。アスクジーブス時代アスクドットコム時代日本には、アスクジーブスが、トランスコスモスと共同で設立した、アスクジーブスジャパン株式会社があり、2004年から2009年までは、日本独自のアスクドット .jp を提供していた。その後、アスクドット .jp 株式会社となり、 a s k .jp の終了後は TCE プラス株式会社となった。しばらく法人向けの広告配信などを行っていたが、最終的にはトランスコスモスに吸収合併された。現在は a s k .com が日本語版のサービスを提供している。a s k .jp の検索エンジンはテオマをベースとし、日本語向けに改良されていた。またブログ検索機能は日本の独自開発で、 ホットキャスト付きのブログを抽出することができた。ツールバーも提供していたが、スマイリーセントラル機能は、スパイウェアやアドウェアとの指摘もあった。Google 検索を行うと、トップ結果のページの再下段に、を検索。検索結果を素早く、今すぐ調べる。の広告が登場する。アスクビデオは、トランスコスモスの J ストリームを利用した、動画共有サービスである。 コンシューマージェンナーイテッドメディアとして、携帯電話のカメラなどで撮影した動画を投稿することができた。その後、ムービーキャスターを買収し、動画数は100万本に達した。また動画をデコレーションする、デコアヤや犬の動画専門のオネオネ、TV などもあった。また、CGM だけでなく、映画の有料配信や自主制作の白チューム、 カレー従なる一族のような番組も配信していた。また、B2 バイトとして、企業の宣伝番組や、第2日本テレビの配信インフラとしても利用された。アスクジーブスジャパン時代、アスクドット JP 時代、アスクドットコム時代。ありがとうございます。